大森の大きなクリアですが、これが宇佐美、パトリック走ってくる、パトリックの頭、そして宇佐美がシュート。宇佐美今シーズン吹田スタジアム初ゴールは貴重な貴重な勝ち越しゴール、3対2。よくゴールキーパーの動きを見ていました。こぼれ球をうまく流し込んでいきました。もしかしたらもうこの青と黒のユニフォームで吹田スタジアムでのプレー時間も短いかもしれない、その宇佐美の見事な勝ち越しゴール、ここで出ました吹田スタジアムの初ゴールです。いかがですか。そうですね、何度かあったこう裏へのボール、パトリック選手の高さというところは、ね、シンプルに使っていってるところだったと思うんですけどもね、これ得点につながりましたよね。